5月7日、目黒区立中央体育館で区内の小学生が出場するわんぱく相撲目黒区大会が行われました。相撲という日本の国技を通して心と体を鍛えながら礼儀の大切さなどを学んでもらおうと毎年行われている大会です。取り組みについての注意があった後に学生相撲の選手によるデモンストレーションが行われました。学年別に分かれて回しをつけたら早速試合開始です。土俵に入って礼をしたら相手と組み合って力いっぱい勝負を行いました。4年ぶりの開催でなかなかうまく運営できたかどうかっていうのはちょっと不安なところもあったんですが、子どもたちの笑顔とか悔しがってる顔とか表情を見れてとても嬉しく思いました。勝った子はこの負けた子の気持ちも考えられるような人になってほしいなと思います。4年生から6年生の優勝者は都大会へと駒を進め、両国国技館で行われる全国大会出場を目指します。あんまり自信はないんですけど、精一杯やって全力出せたらなと思っています。笑顔も泣き顔も見られた子どもたちの相撲大会、参加者は勝負の面白さと厳しさを知ることができました。勝って嬉しかった。最後押したとした心が楽しかった。